偉そうっす。この間、派手な人が来た。この間、派手な人が来た。私の好みとしては、さてどれにするか。私の好みとしては、
いろいろ試してみよう。私の好みとしては、どうだろうか、いろいろ試してみよう。体は、足を見下しとるんじゃろ。うん、いらっしゃい。ありがとう。ねえ、あれ開けてみるか。やったぜ。
らっしゃいませ。こりゃ大事に使わねえと罰が当たりますね。ありがとうございます。いらっしゃい。
ありがとう。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃい。ありがとうございました。
いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。ありがとうございます。
何見てやがる。体が軽い。そんな目で見てんじゃねえよ。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。これが青龍会の。ああ、新しい支部だ。そしてここはかつての東城会本部施設だった。大解散の後ずっと無人でいたわけか。それを今になって青龍会が。偉人町以外にここが必要なほど連中は組員を増やしている。話には聞いていたが、実際この目で見るとやはり青龍会の動きは穏やかじゃないね。キリュウさん、この場所に東城会以外の者が我が物顔でいる。そんな光景を見る日が来るとはな。行こう。遠くから見ていたって沢城や海老名と話せるわけじゃない。桐生さん、あんたはあまり目立っちゃまずい。もし素性がバレたら面倒だろう。ああ、そういや、ソンヒムか。よっしゃ、俺が行ってくる。どうも、俺はナンバってもんで。沢城さん、こちらにいらっしゃいますよね。何かご用で？いや、俺はその沢城さんと古い知り合いっつうか、この間ハワイまでの旅費も出してもらったんでご挨拶したいなと。特にお約束いただいておりませんので、お引き取りを。まあそう言わないで、ちょっと話がしたいだけなんですって。俺たち沢城さんに聞かなきゃならんことがあるんです。お通しできません。理由はさっき言った通りです。なんだよもう。じゃあ海老名さんに言ってもらえませんかね。若頭の、俺は海老名さんともこの間話してますから、伝えてもらえれば分かりますって。ダメだっつってんだろ。ぶっ殺されてえのかおっさん。青龍会若頭補佐の奈良崎と申します。何か行き違いがあったようで大変失礼いたしました。話せそうなのが出てきたね。海老名の頭より客人として案内するよう言いつかりました。お名前の詮索も不要とのこと。奈良崎さんがわざわざ、こいつらは。ああ、若いのは物を知らん。しかしここまでとは思っていませんでした。まさかあなたの顔も知らんとは。改めてご無礼をお詫びします。沢城と話がして、どこにいる？まあそう焦らず、どうぞお入りください。
です。ようこそいらっしゃいました。歓迎しますよ。清流会の沢城と申します。ずいぶん大行な出迎えだな。驚かれたなら申し訳ありません。ですがこれも必要なことなんです。なんせ東城会近江連合なき今、全国の極道の旗印となるのはうちなんですから、それなりの意向ってもんを示さなきゃ。連中をまとめ上げることなんてできやしません。下っ端並べて客人に睨み聞かせることがお前の言う意向ってやつか。恐れ入ります。さあ立ち話もなんですから、どうぞ奥へ。頭の海老名もお待ちしています。そこの奈良崎がご案内差し上げます。案内は無用だ。なるほど。まだ頭の方は体ほど衰えちゃいないわけですか。なんですって。あんた今なんて言った。おい待てって、さっちゃん。いつかこの続きをしてやってもいい。だがただ日遊びしてだけなら今日は急いでるんだ。別の日にしろ。どこにでも行けそうだ。お、いや、え、お、ほう、ああ、
あの、そうか。校長だ。いや。あの。桐生さん、やはりご案内すべきでしたかね。迷われたのかと思いましたよ。引っ込んでろ。案内は間に合ってると言ったはずだ。東条会の四代目として今のこの場所がお気に召さないことは察しがつきます。ですが、つい最近まで廃墟だったのを我々がここまで直したんです。お前が海老名か。ええ、沢城さんのことは紹介するまでも。ああ、日本中の極道を引っかき回した男だ。無所に入ってたはずが本当に出てきたんだな。俺をご存知だったとは光栄ですよ、桐生さん。どうぞ、皆さん。桐生さん、俺と話す気があるならその椅子には座らないでもらえるか。ああ、なんだと。そこは東条会のてっぺん取ったもんが座ってた椅子だ。俺は昔そいつをめぐって何人も死んだ組織の生き残りなんでな。あんたに悪気はなくとも、知らねえ奴がそこに座られちゃ愛想よくはできねえ。てめえ、立場わきまえろよこら。いいんだ、奈良崎。頭、今のがまさに私の期待した伝説の竜だよ。
改めまして、どうかおかけになってください。では始めましょうか、桐生さん。青龍会が組員を増やしてんのは行き場をなくした元坊の受け皿になるため、そういう話だったか。ええ、仇の世界は一度裏に足を踏み入れた人間に厳しいもんで。でも社会復帰できそうな人にまで声かけて組に入れてるって聞きましたけど、孫飛が手に入れた確かな情報です。元坊の社会復帰はあなた方の想像を超えて脆いものです。彼らには確たる居場所が必要だ。それは安定した雇用と言い換えることができる。組に入れているのはあくまでそこへ至るまでの一時しのぎです。青龍会はその雇用をハワイに用意するつもりらしいな。さすがはコミュジュルの女王、お耳が早い。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。ビジネスパートナー、桐生さんはご存知かどうか。うちで今一番でかいしのぎは捨てられないゴミの保管ビジネスです。ただしその事業は私のアイデアではありません。先駆者がいましてね。それを教えてくれたのがハワイにいるビジネスパートナーで、パレカナという宗教団体なんですよ。え、なんだと。40年前にハワイへ逃げた茜さんを救ってくれた人たちです。どうやらもうご存知のようですね。まあな。話は前後しますが、私には極道の第二次大解散のために沢城さんの知名度が必要でした。で、獄中にいた沢城さんと対話を重ねる中で個人的な心残りがあると伺った。もちろん茜さんのことです。そこで私は彼女を救ったというパレカナに興味を持ちましてね。調べるうちに彼らのゴミ保管ビジネスを知ったんです。彼らは教団で保有している島があり、そこにうちの倉庫と似た施設を持っています。ネレ島のことか。そこでパレカナもゴミビジネスを。ええ、こちらからコンタクトを取ると彼らはノウハウを気前よく教えてくれました。我々の目的が罪人の浄化であると理解し、向こうから元坊の受け入れも申し出てくれたんです。つまり最近青龍会に入れたにわか組員たちはそのネレ島に。ええ、うちが横浜の倉庫でやっているのはいわば肩慣らし。ハワイでパレカナと進めている方が本命です。ネレ島はパレカナの聖地だったはずだ。信者の中でも選ばれた人間しか立ち入れない場所だと聞いている。そこによそ者のヤクザをよこすってのか。お詳しいですね。ですがそこも含めてパレカナは飲んでくれています。それにうちの連中はあくまでゴミの海運から荷下ろしまでを担うだけですから、実際のところ島にはほとんど立ち入りません。聖地を汚すような行為には当たらない。そう先方は捉えてくれています。お前たちとパレカナの関係は分かった。その上で春日をハワイに差し向けたのはどういう意図だ。一をハワイへ行かせたのは純粋に前々から茜さんが会いたいと言っていたからです。だから青龍会の件とは一応無関係ということになります。沢城、お前は今
茜さんがどういう状況か知っているのか。どういうことです。パレカナに使われているギャングどもに追われている連中の狙いは茜さんの連れている女の子だ。捕まればおそらく命はない。なんだって？確かなんですか？その話は。その反応は知らなかったってことか。我々もヤクザです。相手の調べは入念に行いました。ましてパレカナとの提携は第二次大解散の要ですから。こっちが出まかせを言ってると？この場では水かけ論にしかならないという話です。今提示できる証拠はあるんですか？そりゃとはいえ他ならぬ桐生さんからのお話です。無下にするわけにはいかないでしょう。少し時間をいただけませんか？改めてパレカナを調査します。パレカナがもし本当に俺が言ったような連中だったらどうする？ここでもしもの話は控えさせていただきます。ヤクザが一度口にしたことがどれほど重いかは四代目ならご理解いただけるでしょう。そうか。なら今はこれ以上話せることはなさそうだ。貴重な情報ありがとうございました。状況落ち着きましたらぜひお食事でも。ああそうなるといいな。いやー、かましてやりましたね。あの沢城もずっとかしこまってやがった。ほんと、ヤクザの本拠地まで行ったのに全然怖くなかったもんね。しかし、収穫は少し物足りなかったかな。そう？青龍会とパレカナがつながってたのが分かったのは大収穫じゃない？エビナがブライスの本性を知らなかったかどうかが問題だけどな。今は海老名たちの反応を待つしかなさそうだ。そうだね。そういや桐生さん、その後やりたいこと増えました？エンディングノート忘れちゃいないでしょうね。覚えてるよ。そうだな、久しぶりに本部なんて行ったからだろうな。一つ大事なことを思い出した。お、何です？あまり楽しいことじゃないんだが、墓参りに行きたい。俺の大切な人たちなんだ。全然いいじゃないですか。俺らもお供していいですか？そうしてもらえると俺も助かる。一人だと少し湿っぽくなりそうだからな。そう言ってもらえると私も嬉しいです。私たちだって桐生さんの力になりたいんですから。ああ、ありがとうな。よし、なら早速向かおう。道案内は頼めるな。はあ、タクシーを拾おう。
どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。すまなかったな。さあ戻るか。もういいのか。ああ、おかげで墓もきれいに掃除できたし、報告も済んだ。どんな人たちだったんですか？みんな俺の家族だ。血はつながっちゃいないが、そんなことは関係ない。俺の大事な家族だ。ここに来るたび妙な気持ちになる。俺は後先考えられねえ年だからよ。誰よりも真っ先に死ぬもんだと思ってた。俺がみんなの墓に手を合わせてるんだからね。キリュウさん、久しぶりに手を合わせに来てみりゃ風間の粋な計らいだな。伊達さん、よう。お連れさん方は問題ないんだろうな。キリュウさん、お知り合いで。あ、なら会っちゃまずいんじゃ。大丈夫だ。この人は全部わかってる。そうか、あんた伊達刑事か。お前は孫飛だな。偉人町裏の顔役。はあ、どうやらまだ。厄介ごとに首突っ込んでるみたいだな。きっと積もる話があるんでしょ。すまないな。いえ、それじゃあまた後で。すまねえな、気を使わせちまった。だがせっかくだ、ちょいと昔話でもするか。時間はあるのか？はあ。まあ、お前と久しぶりに飲むならここだよな。とはいえ、お前はそれ一杯だけだ。俺は好きにやらせてもらうぜ。ひでえことしやがる。ママはいないのか？今日はたまたま休業日だ。そういうことにしておくよ。ありがとう。痩せたな。正直驚いた。そうか、伊達さんにはわかるか。そりゃな、お前を追っかけた時間についちゃギネス級だ。そんなに悪いのか？はあ、医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって呆れられたよ。
別に大道寺一派に義理立てしてるわけじゃねえんだろ。ハワイで遥かに似た子に出会ったんだ。ダニって言うんだ。何の罪もねえガキが大人の勝手な都合に振り回されて命まで取られようとしてる。放ってはおけねえんだ。お前はいつもそうだな。一にも二にも人のためだ。残りの時間くらい自分のために使ったらどうだか。難波たちにも言われたよ。けどお前は昔からそうだったからな。こうなってからよく考えるんだ。お前は俺の人生はあの時、錦と由美が死んだあの時一度終わりかけていた。それを引き止めてくれたのは伊達さんの言葉だったんだよ。俺は何か言ったっけか。とぼけるなって。かけがえのないものを守り続けろ。どうやらそれが俺の原動力らしい。ならまだやすやすとはくたばれねえな。守りてんだろその子のこと。ああ。じゃあ今は英気を養う時間だ。まだ時間はあるのか。久しぶりに会ったんだ。嫌でももう少し付き合ってもらうぜ。望むところだ。お帰りなさい、桐生さん。結構飲んじゃいました？大丈夫だ。一杯だけにしておいた。特に問題はなかったのか？ああ。時間があればまたちょくちょく会うことにした。構わねえか？もちろん。ただ、酒はほどほどで頼みますよ。ああ、分かってる。本当に分かってます？かなわねえな。ああ、約束するよ。それじゃあ今日のところは春日のアパートに帰りますか。
もしもし。キリュウ、伊達だ。伊達さん。実は今、俺も偉人町に来てたな。少し顔を出してくれ、話がある。もし時間がねえなら、あくまで待つぜ。嫌に強引なんだな。お前、エンディングノートを作るって言ってたろ。それ聞いて少し思うところがあってな。俺も人生のやり残しを片付けておきたいんだ。そんな風に言われちゃ断りようがね。もちろんそう来なくちゃな。どこに行けい？ローズブロッサムっていうキャバだ。お前が来ることは店のもんに話し通しとく。じゃあ待ってるぞ。サッチャーの店ってクリスマスとかハロウィンってそりゃやるわよ。楽しみにしてるスタッフも結構いる。へえ、割とみんなノリノリ。俺もガキの頃サンタの格好して、今思えばあれも子供時代のキリュウさんがサンタ。写真とかないんですか？誰か撮ってたような気もしたが。私だ、探し物を頼めるか。あ、極秘任務で。ソンヒ、コミジュルのエージェントに電話。ついに音ゲーのランキングで1位になれたんだよ。よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ、どういうことなんだ。来てくれてありがとな、キリュウ。けど後悔はさせねえよ。そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ。伊達さんの連れなんだろ。さっきまで一緒に飲んでいた。ああ、できれば紹介してやりてんだがな。そうすると大道寺一派との約束を破ることになる。ん？どういう意味だ。あいつは太一だよ。お前が朝顔で面倒を見てた。あの太一だ。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。ああ！いやー、ちょっと待って、少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。いいよ別に。そしたら私が朝まで解放してあげるから。嘘、マジで？いいの？誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。タイちゃんだったらいいかなと思って。なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。間違いねえ。
大地だ。でも、なんでここに。たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つっても俺だってほぼ初対面みてえなもんでよ、間が持たねえからキャバクラに連れてきた。偉人町の女の子たちがお気に召したようだな。あら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。どういうつもりなんだ、伊達さん。俺は死んだことになってる身だ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。え？だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。本当は俺だってお前らに直接話をさせてやりたい。それでもお前がこのまま人目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。伊達さん、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって大地の姿を見てどうだ。やっぱり会わずにいた方が良かったか。死ぬまでにやりてえことには入らねえか。大地のやつが消防士になったってのは知ってたよ。沖縄の他の子たちの近況もそれなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。それを望むことさえできねえってな。ああ、だからよ、俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしているけど違う。それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時指をくわえて見てるしかなかった。そのせいでお前は遥や春と友人知人にも二度と会えねえ、近づけねえ。今でも何か他にやりようがなかったのかって何度もあの時のことを思い返す。俺から言い出したことだ。俺が死んでみせなきゃ収まらない状況だったんだ。伊達さんにできることは何もなかった。だがもうあれから何年も経った。今なら少しはできることがあるだろう。なんだありゃ。お、俺どうなってんだ。おい、なんでこいつにばっかりつくんだよ。こっちの席にも女座らせろよ。申し訳ございません、すぐに。当たり前だ、俺らだって金払ってんだぞ。ごめんなさい、なんか俺今日すげえモテちゃってるみたいで。だって大ちゃん可愛いんだもん。私ずっと大ちゃんといたい。本当に？てめえ何勘違いしてんだクソガキ。ニヤニヤ笑ってんじゃねえぞ。いけねえ、女の子たちにチップ弾みすぎたか。いや、大地のやつを楽しませてやりたくてよ。まずいな、みんなだいぶ酔ってるぞ。もう分かったからちょっと待っててもらえます？すぐにそちらにも女の子つきますから。この舐めやがってふざけんな。ちょっとダメです、やめてください。暴力はダメですって。おい、よせバカ、お前が出てったら大地にバレちまう。頭きた、この女もう許せねえ。うん、いい加減にしろ、そこまでだ。お前大ちゃん、やんのかこれ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。おいおい、なんだよありゃ。
大気のやつできすぎだろう。ああ本当だな。さあ行くかよ。お前さっきから女独り占めしてんじゃねえぞ。あー大ちゃん大丈夫？しっかりして。ちょっとお客様しっかり。なんてことを。警察を呼びます。うるせえ。全部お前らのせいだろうが。そこまでにしておけ。出ないと俺が太一の分をお返しするぜ。おじさん、こんなとこにおじさんが。おじさん、話せて。どいつもこいつも今日は面白くねえ。やってやるよクソが。社会ってもう死んだ。覚悟してよね。出番が来たな。やる気あるの？来ない。え？うん。よそにする暇ある。きっさ！ごちそうだ！残さず食らえ！喜んでおくか。見とれないでよね。ひでえな、おりゃもうめちゃくちゃじゃねえか。どんな様子だ。よく眠ってるみたいです。気持ちよさそうに。ちょっと飲ませすぎちゃったから。あそうか。お客さん？消防士になっただけのことはあるな。よく鍛えている。もうすっかり一人前の男だ。太一が目覚ます前に出た方がいいな。先に出ててくれ。後で合流しよう。俺はここの後始末をしていくからよ。すまね。おじさん。よう、目が覚めたか。災難だったな。すみません。そっか、俺酔っ払いに殴られて。あの後誰か来ませんでした？誰かって？もしかして桐生のことか。お前ずっと寝言言ってたぜ太一。おじさんおじさんってな。そっか、なんだ夢でしたか。キャバ嬢の女の子が殴られないように立ち上がったまではかっこよかった。何人も相手にして短歌切るなんざなかなかできることじゃねえ。ああいう勇気を出さなきゃいけない時は桐生のおじさんを頭に思い浮かべるんです。おじさんならどうするかなって。そうするとあんまり怖がらずに体が動くんですよ。なるほどな。そいつはいいおまじないだな。俺も今度から試してみるよ。ええ、ぜひ。絶対聞きますから。この店は？神奈川県警の知り合いに教えてもらったんだ。一杯頼めば好きなだけいさせてくれる。今後、偉人町ではここが俺のアジトだ。
ん？それってしばらく俺もこの町に居座るよ。でお前のエンディングノートを充実させてやる。太一を引き合わせたのはほんの手始めだ。これからもじゃんじゃん横浜に人を呼び寄せる。いや、そんな真似したら大老実派が黙っちゃいない。今日はまだ何の苦情も届いてないぜ。それに太一にだってお前の生存はバレてない。つまり俺らは今も大道寺一派との約束を破ってねえわけだ。それはなんていうか、ずるい手を使っているのは承知の上だよ。だがお前に残された時間を考えりゃ何でもねえ。もしお前が止めたって俺はやる。大道寺が文句を言ってきたらその時考えりゃいい。さっき太一に会ってどうだった？やっぱり会わなきゃよかったか？俺にはそういう風に見えなかったぜ。お前はあいつに手を触れて感じたはずだ。この世界との絆はまだ脈々と息づいているって。確かにな。そいつはお前がこの世界を生きてきた証だ。太一とだけじゃねえ、他にもたくさんある。桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。困難だった分実りも大きい。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。俺は心の底からそう思ってるよ。また連絡する。春日のために動くのも結構だが、たまには自分のためにも時間を使うんだな。伊達さん、ありがとうな。なんて言ったらいいか、言葉が見つからねえくらい感謝してる。俺は太一やあの子たちとは子離れをしたつもりだった。もう会うことができなくても大丈夫だと。だがこの耳であいつの声を直に聞いて、この目であいつの顔を直に見れて、こんなに嬉しいとは思わなかった。その気持ちだけで十分だ。ますますやる気が出てきたよ。
問題ない。Yes. 体を温める。何見てんだよ。あんたの財布覚悟してよね。はずれか。私の番。さっさと来い。やるのかよ。どうした。こっち見ろ。来たな。こっち見ろ。
相手してやる。退屈な。どうした。気分だぜ。まだまだ強くなれそうだ。見とれないでよね。違う。
キリュウさん。相手にならねえな。まだ強くなれるだな。
ああ。いらっしゃいませ。してほしい。ごちそうさま。
ありがとうございました。わかった。任せろ。もしもし。孫飛だ、キリュウさん。どうやら私たちは青龍会に一杯食わされたみたいだよ。は？何の話だ。今そちらに動画の URL を送った。さっきタタラチャンネルって人気の VTuber が公開したものだ。動画？広島で撃たれてお亡くなりになりましたと思いきや、この映像は数日前にハワイで撮影されたものです。映っているこちらの人物なんですけど、ほらこれ、さっきの桐生一馬に似てませんか？というかそっくりですよね。では映像の続きを見てみましょう。久しぶりだな、春日。キリュウさんですか？他に誰がいるってんだ。聞きました。相手の男がキリュウさんって呼びましたよね。彼は間違いなくキリュウカズマです。生きていたんですよ。で、今の映像にもう一つすごい事実が隠されてたんですけど、気づいた人いますか？久しぶりだな、カスカ。はい、これ皆さん覚えてます？以前当チャンネルでその闇を暴いた春日一番、偽りの浜の英雄です。死んだはずの伝説が生きていたと思ったら一緒にいるのが春日一番。なんで？どういうこと？というわけで今回はゲストをお呼びして解説していただきます。裏社会に詳しい、というか今最も力のあるヤクザ組織のお二人です。どうぞ。こちらは青龍会という団体の偉い人です。本日はよろしくお願いします。早速ですが、映像に映っていた桐生一馬をどう思われますか？本人で間違いありません。実は昨日彼は私どもの事務所を訪ねてきたんです。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。おそらくは
警察の一部も捏造に加担していたと考えられます。警察は桐生の死を偽装したと。そんなことが可能なんですか？桐生一馬は東条会の元四代目で、共に解散した近江連合の渡瀬会長とも実婚の仲でした。長年日本の裏社会を牛耳ってきた仲間たちの支えがあったはずです。さらにそこへ大道寺実の残した政財界にまたがる影の一派が加わります。彼らが警察に圧力をかければ不可能ではなかったということでしょう。そして昨日撮影された映像があります。また桐生一馬、向かい合って座っているのはもしかして？ええ、私たち二人です。この映像はどういう状況だったんでしょう？桐生一馬はハワイの映像にもあったように春日一番の黒幕といえる人物です。自分の死を偽装してまで姿を隠してきた彼が再び現れた。その目的として考えられるのはおそらく東条会の復活です。だからかつての東条会本部を買い取った我々に対し建物を明け渡すよう恫喝を。それがこの映像が撮影された際の状況です。お二人ともよくぞご無事で。そんな桐生一馬を警察は野放しにするんでしょうか？彼は今も死人として扱われています。警察も手出しできません。だから我々は映像をこちらのチャンネルに提供するしかなかった。なるほど、そういうことだったんですね。貴重な情報ありがとうございます。さて皆さん、たたらチャンネルではさらに桐生一馬を追いたいと思っています。この国家ぐるみの特権階級的ヤクザを追求できるのは真実の持つ力だけです。そして悪名高き東条会の復活は是が非でも阻止しなくてはなりません。皆さんも桐生一馬を見つけたらどしどし情報を送ってくださいね。桐生さん、大変だ。ネットにたたらチャンネルが。もう知ってるみたいね。孫飛が教えてくれたんだ。大丈夫ですかね、桐生さん。あんたが生きてることをこんな大っぴらになっちゃって。どうだろうな。花輪の反応次第ではあるが、いずれにせよ俺はもう長くねんだ。大事にはならねえさ。そんな、桐生さん。だが海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ええ、あいつら一体どういうつもりなんだ。なんだってこんなことを。昨日会いに行ったことが奴らを刺激した。そう考えるのが自然だろうな。ねえ、たたらチャンネルって一番のこともガセネタで叩いたよね。元ヤクザに万引きさせて荒稼ぎしてたとか言って、ちゃんと仕事でやってたことを悪意たっぷりにねじ曲げてさ。ん？あのチャンネルってさ、普段は大手メディアが切り込めない悪を切るって言って真っ当なスクープで勝負してるみたいなの。なのになんで一番と桐生さんの時だけこんな事実無根の捏造ネタに走るわけ？さあ、そんなこと言われてもよ。それにたたらチャンネルは海老名たちとどういう関係？現役のヤクザを顔出しで出演させるなんてさ。桐生さんの映像なんて昨日撮られたばっかなんだよ。いくらなんでも動き早すぎない？さすが、いいところに目をつけるね、サイコ。孫飛、お前もしかして走ってきたのか？状況が状況だからな。私の話はどうでもいいだろう。まだ確証はないが、海老名たちとタタラは最初からつながっていた可能性が高い。最初から？いつからってことだ？少なくともあなた方が奴らの名前を知る前からだ。
なんでそこまで言い切れるんだよ。出なきゃエビナたちは晒す必要のない顔を一階の配信者のために出すか。ん？清流会を束ねる立場で普通はそんなことしない。リスクでしかないからな。だが奴はそれをした。だから今後起こりうるのはエビナたちが自分の情報発信にタタラを使うってことだ。登録者数500万人の発信力を利用してな。そして私はさらにこんな見方もできると考えている。これまでのタタラチャンネルの大半の情報源はエビナだったんじゃないかとな。それってエビナがいろんなネタをタタラチャンネルのために提供してきたってこと？何かそう思う根拠があるのか、ソンヒ。エビナの経歴だ。あいつはもともと警察庁のエリート官僚だった。そうだったの？それがヤクザに転身なんて随分な方向転換だね。何があったんだろう。その辺の経緯は不明だ。特に不祥事を起こしたという情報もない。ただその経歴を考えるに大手メディアで大っぴらにできなかったネタはいくらでも持っているだろう。それだけじゃ苦しくねえか。確証はないと言ったはずだよ。あ、ちょっと待てよ。そういや一番のやつはタタラに悪評を立てられて、そのすぐ後沢城からハワイへ行くように言われたんだ。つまり？いや、もし何事もなくそれまで通り元棒に仕事の斡旋を続けていられたら、それでも一番はハワイに行ってたのかなって。沢城は春日をハワイへ行かせたかった。そこへ都合よくタタラチャンネルが春日を告発して踏ん切りつけさせたってことか。ええ、一番は結局沢城たちのいいように動かされてたのかもしれません。こうなると昨日あいつらがパレカナの本性を知らねえっつってたのも怪しいもんです。エビナと沢城に何もかも仕組まれていたとしたら、これから何が起きる？さあな、そいつはまだ分からない。じゃあまたエビナたちと話しに行く？そうしたいのは山々だが、昨日とはわけが違うぞ。下手をすればあそこにいた全清流会を相手することになる。あんな動画をネットに出した以上、向こうはもう臨戦態勢だ。桐生さんも本調子でない今、全面戦争は避けるべきだろうな。情けねえ話だが、孫妃の言ってることは正しい。ならこういうのはどうです？清流会は新事務所ができた分、偉人町本部の方は手薄になってるはずでしょう。だからまずそっちを当たってみるんです。誰か話のできる幹部連中が残ってるかもしれませんよ。なるほど、それなら悪くないな。はあ、行ってみるか。ここですよ、桐生さん。清流会の本部です。はい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 、お待ちしていましたよ。こちらは万力ジャーナルです。なんだこいつら。皆さんご覧ください、伝説の極道が今私たちの目の前に立っています。タタラチャンネルの告発で話題沸騰、桐生一馬氏です。ああなるほど、再生数目当てのハイエナだ。取材させてくださいよ桐生さん。すごいっすね、自分死んだことにしてこそこそ隠れてきたわけでしょ。
それが明るみに出て今どんな気持ちですか？ほら一言、早く早く。邪魔だ。あっ、いって骨が折れたわ。なんなのこの茶番は。当たり屋か。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが桐生一馬という伝説の。ガキの遊びに付き合ってる気分じゃねえんだ。とっとと失せろ。本当に病人なのこの人。おい、ざっけんだよ。マジで骨が折れたじゃねえか。全部取ってやるぞ。ほう、思ったより根性があるじゃないか。お前ら何やってんだ。行け、俺が取ってるからよ。タイトルはな、伝説のヤクザ桐生一馬と戦ったらめっちゃ弱かっただ。こいつどの口で言ってんだか。お仲間たちはビビって動けなくなってるみたいだけど。大丈夫だ、話はついてるからよ。こっちに来ることは海老名にはお見通しだったか。ガセネタの配信といい、このお出迎えといい、もう敵意むき出しだね。これが清流会からの宣戦布告ってとこだろうな。ならどうする、桐生さん。決まってる。売られた喧嘩は買うまでだ。行くぞ。ぶっ殺してやるよ。やってやろうぜ。手加減はなしだ。しゃあ、うん、やるのかよ。どこ見てんの。調子のいいぞ。わーおいよ。さっさと来い。止める。しつけの時間。しびれるぜ。どうした。さあ容赦しないぞ。ここは任せて。容赦しない。やるか。わけが甘いな。しつけの時間。いざ。無駄だ。おしやがり。東京だけはやってやるよ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。清流会の奴らと話がついてるって言っていたな。あれどういう意味だ。いや、その早く答えろ。出なきゃ折れた船を俺が直す。治る保証はねえけどな。たたらチャンネルから DM が来たんです。桐生さんがその清流会の本部に来るはずだって。組の人が守ってくれるから挑発して動画を撮れと。孫悲の予想通りだね。たたらチャンネルと海老名たちはつながってた。沢城もグルだ。春日がハワイへ行かされたの。
何か理由があって仕組まれた。どんな理由が？ハワイの状況を聞いてみる。こういう時のために連絡要員。連絡要員？多分花輪さんって人だ。大道寺一派の人でよ。繋がらないのか？ハワイは今夜中ですかね。みんな寝てんのかも。南波からメールが返ってきたよ。桐生さんたちは無事に帰国できたってさ。一旦偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。よかったです。じゃあ桐生さんの方はひとまず安心ですね。へえ、しかし参ったな。茜さんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。問題はそっからの足取りだ。ええ、パレカナが血眼になって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも茜さんたちは今も本当に無事でいるのか。ちーちゃん、動画チャンネルの方には何か反応は？いや、まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え、なんだよ、すげえだろ。それって上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。じゃあなんか裏技でも使ったのか？まあネットで AI に何回もつぶやかせたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。でこの先どうするよ。茜さんを探す当ては？茜さんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ。俺はいまいちあんたら大道寺一派ってのを信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ、ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。
海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、茜さんだ。ナイトスクエアって言うと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど。病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする春日、養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。そう言うな。前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな。明日に備えて今日は休もうぜ。言うまでもねえけど、俺らはもうだいぶ面が割れてる。ブライスが糸引いてる以上だな。俺らが隙見せたらきっと連中は問答無用で襲ってくる。じゃあ私たちもこれまで以上に力合わせないとね。
せといて。うそ、バカみたいな。ほら来いよ。はあ、ちょっと休憩。何？来ない。やっと回らねえ。よし、せっ、何が来るか。全力で行くよ。大勝利。さっさと始めようぜ。任せといて。はあ、腰抜けようだ。お似合いよ。ガンガン行くぜ。何？来ない？二人がかりだ。調子がいいぜ。もらった。放電準備。行くか。はい、ここまで何もまだまだ調子だぜ。お。You ain't nothing. おしゃ、行くぜ。私の出番ね。二人がかりだ。ちょっと休憩。ぶちかま。相手してあげる。This is gonna hurt. Let's go.また成長しちゃった。行けよ。行くぜ。これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。これは、こんな。よろしくお願いするぜ。
ちょっと休憩。ガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ。行くか。私の出番ね。よっと。ほら。ぶちかま。ほら。あいつたちも。もうできじゃねえか。さっさと始めようぜ。よし。やるか。ガンガン行くぜ。調子がいいぜ。全力で行くよ。やっちまった。ちょっと休憩。ぜひ。コツつかめたんじゃねえか。你刚才跟着我看了吗？よし。腰抜けろ。覚悟。よっ。こりゃ。よっと。ぶちかます。うれ。調子がいいぜ。もらった。調子だぜ。
This ain't a show, dipshit. It's not a show. I'll take your life. さあ、行きますか。よし。二人がかりだ。おや。ちょっと休憩。うん。ガンガン行くぜ。うん。ありゃ。ハックショー。この調子で来たりしましょう。勝利。へへ。いっぱいやりたい気分だぜ。会社も会社も。開始了！都给你打完！我上去也要听他死。よし。Alright。お、私暇だよ。いつでもいいぜ。Let's go! I don't care! Take! Just a few days! Let's go!苦しい。そこ！任せといて。私暇だよ。はい。すげえ。よっと。って感じの姿勢。しんどい。いつでもどうぞ。さあ。吸収が早いのよね。なっちまった。おお。你是正脸，看着就来气。我宰了你！戦闘準備完了。任せといて。Do your work. Come on. 覚悟。上歴ね。ぶちかま。よし。死ぬ俺だ。来ない。黙らせてや。全力で行くよ。What are you staring at? Oh,
全力でいくよ。お似合いぶちかまっ。調子がいいぜ、いくぜ。勝負しろよ。次、いい調子だぜ。Aloha! What's good around here? Thank you. Aloha! Thank you. This might be the best vacation ever.
Thank you. Don't think you can get away from me. Osha, go ze. Watashi no deban ne. いい調子だぜ。